せーの、金曜日のシカシューン FRIPLY フライデーナイトのシカシューン FRIPLY from 大阪シカシューンハッピーナイト Always everybody ハッピーナイト金曜日の夜はということで、はい、今週もっていうか、まあ、月に1回なんですけども、はい、始まりました金曜日のシカシューンということで、うん、今回はですね、私エオンとマナとユーナでお届けします。お届けします。お願いします。初めてじゃない、この初めて。あー、なんかだってついてるもんね。いつもなんかこれはマナ日やねんけど、うん、そのメンバーを分けるときに、うん、初めはそのなんかマイナとルナがまた結構元気な、やっかい、絶対やっかいって言おうとしたよ。やかましいから、あ、やかましいから、どっちもやばい、元気なメンバー、まあ、確かにやかましいで、その中からピックアップ来たりと、うん、そのちょっとおとなしめなマナユーナのどっちかで組み合わせてたから、うん、前回ミスってやかましいの2人と撮ってもうたから、うん、あ、そういうことね。今日はね、あのしっとりとバームクーヘンのような感じでお届けしていきたいと思うんですけども、はい、まあまあ最近何してるみたいな、ほんまに多分何してるんやろって思ってると思うんでしょ、ファンの人からしたら。うん、なあ、エオンとかストーリー更新やんし、何も情報も、え、毎日更新するんじゃなかった？もう、あ、そう、投稿やろ。マジでなんか一瞬にして忘れてて、待って、4日経ってんねんけどってなったら、次は14日経ってて、最近ファニコンもログインしたら22日前やって、めっちゃ誕生日のおめでとう送って、これやっぱ毎日見なあかんなと思ってね、最近今日からファニコンに毎日顔出そうと思ってるけど、うん、撮ってんのが10月の、ね、半ばぐらいやねんけど、末まで目標にやろうと思って、2週間ぐらい楽しみにしててください、うん、まあまあそんな感じですけど、何してます？最近めっちゃハマってるものがあって、うん、日中韓合同のオーディション番組なんだけど、うんうんうん、ガールズプラネットクククっていう、クククって読むね、うん、ちょっと笑い方変わったんだと思ったククククって言ってる、はやったな、おーとかな、違う、うん、違う、違う、さ、あの99人各国33人ずつ、うん、あの選抜された子たちが番組を通して、うん、あ、そこや、なんか最終9人まで絞られていくっていう番組なんだけど、それがもうすごい、あのもう涙あり感動ありで頑張ってる姿を見て感化されみたいなんやけど、うんうん、あのユーナの友達の川口ゆりなちゃんが出てるねん、うん、そう、うんうん、なんかもともとアイドルをやってた時に、そう、一緒にカメラが好きで、ね、同じ一緒にロケ行ったりとか韓国料理食べてたりと、一緒に食べに行ったりとか出たりはただの情報やもんな食べに行かないと一緒に食べてたりは知らんな、別に。そう、そっか。でももうさ、その時からさ、もうズバ抜けてたやん。いや、かわいい、確かに、このスタイルといい、上品さといい、整え方がね、そう、石原さとみクラス、わかるわかる、なんかそういう雰囲気あるよね、なんか目引くような、うん、やっぱ見つかるべき子やったかと思って、そういうことやるな。でしかもその99人の中でも、うん、ほんまに1位2位をずっと争ってて、ゆきなちゃんは、うん、だからなんか異国の地でたらさ、韓国語がメインで喋るから、うん、みんな練習とかも韓国語で進んでね、うん、へー、だからなんかその中国の方も日本の子も韓国語を頑張って勉強してみたいな、でも韓国の子も日本と中国に寄り添ってくれてみたいなとか見てたら、なんか頑張らなあかんなって思いながら、うん、いつも泣きながら見てるおばあちゃんや、もう、もう泣けんねん、泣きながら見たらいろいろ泣けんねん、すごいよ、ね、だってさ、一緒にさ生活とかしてるやんか。あ、そうそう、もう寮で、寮の中もずっと定点で撮られてるみたいな、うん、すごくない？だってさ、そもそも文化も違うよ、うん、日本と中学と生活リズムも違うのに、すごくない？それすごいきついよな、それ、まず生活を切り売りするのがきついよな、普通に最近思うね、そうやってやっぱすごいと思うんです。でも可愛かったね、うん、同じルームメイトになった子が、うん、クーラーの設定温度一緒なだけで、なんかそんな気使わんでいいや、うん、それだけで抱き合って喜んだりしてて、可愛い、可愛いと思って、そんな嬉しいかな、可愛い、でもまあ嬉しいか、うん、そう、だからその
メンバー最終9人がもう、うん、もうすぐ決まるんだけど、うん、ちょっとまああの推しは日本人のマシロちゃんっていうこと。マシロちゃん、はい、元 JYP の練習生で、とあと中国のファンシンチャオちゃんっていう子が、うん、かわいい。なので中国のさ可愛さってまたちゃう、けど可愛いよなあれ。ベビッチ赤ちゃんみたいな。あーにゃんにゃんにゃん、赤ちゃんめっちゃ美人な人ばっかりやる、だからでも推しが多すぎるね。日本人の子も中国の子も韓国の子も全員歌ってほしいから、うん、みんな頑張ってほしい、頑張ってほしいなって思って見てますし、うん、まあ私も頑張ろうって思ってます。思ったんだね、はい、思ったんだね。ちょ韓国で思い出した話していい子、うん、なんかさ昔さ、なんか韓国語流行った時期あったやん、うん、やったら流行った時期あったやん、うん、それこそおーとかさ、うん、で最近ホームパーティーの、うん、あの動画ルナが編集してくれて、うん、なんかユーナとのユーニャとのプリクラ送ってほしいって言われて、うん、でデータ多分どっちかブログに載っけてたよなと思って、ブログを遡って、そんなユーナのブログで夜分の周りで流行りだしてるものとかありますかって書いててバリ時代感じんねんけど、とみんなのことをさ夜分ってやったら、夜分って何、夜分って言ってたよ、みんなって。でわざわざそれを言うた解説めっちゃおもろいわ。ヨロブンって何、アメブロでやで、これしかもヨロブンって何、この時代デコログが流行ってたのにアメーバブログでヨロブンって使ってるようなおもろし、ヨロブンって何、ヨロブンな、ヨロブンじゃなくて、いや分からん、これ言うな、これ言うな、これ言うな、言うなやん、どう見ても画像見てこれ言うなとか言ってたけど、ブログにさ一番目ほぼマスクっていうのめっちゃそうやで、この時代にな、しかもだいぶ前やで、7年前からコロナ対策してる。昼休みはバレーボール。そうやね。かわいやろ、そう、昼休みは。わ、わ、ちっちゃいわやで。かわいい。昼休みにバレーボールしてる。これ見てな、そう思い出して、懐かしいなと思って、そう、データ掘り起こすために見てたら。でも、エイモンちゃんもようさ、カタカナのおおおって使ってた。使ってた、うん。めっちゃなんか、あと何やったっけ、なんか流行ったよな。ファイティンとか。あファイティンだってまだ残ってるもん、ね、おじゃんの、いやおじゃんはちゃっておじゃん麻雀から来てるもんだったらそうなの、やめて、おじゃんな、おじゃんも流行ったよな、ね、まあそんな感じですね。ゆうなじゃハマってるもん、何ハマってる、ラーメン、おーマジでハマってるよな、うん、うん、じゃ今までさ、うん、カップラーメンでいいと思っててん、ずっとそんなわけない、そうで、なんか外にラーメン高いやん、1000円ぐらいするやんか今のラーメン、まあ、外な、それから、うん、もうお金もないし、うん、いやほんまにお金もないし、ほんまだから外でラーメンを食べるっていうのが概念になかったやん、うん、概念になかったんやそのレベルなんや、そうなかって、うん、でも一、うん、回東京で、うん、ラーメン食べて並んで一人で行って、あのっけだったやつかな、そう、そこは美味しすぎて、うん、もう一人感動しちゃって泣いた、泣いてない、そうやろな、でいやそっからうんちゃんいっぱい行った、うん、でラーメン部やんここ3人、ほんまや、そうそう、あのなんかABEXのスタッフさん、うん、女のスタッフさん何人、うん、3?2 人、2人か、うん、とこの3人でラーメン部って、うん、いや最近入った新入部員やねんけど、まあ、新入部員、うん、なんか急にそう収録中のあのポーカーの番組の収録の合間になんか、うん、ラーメン部あんねんけど入るって言われて部長が声かけてくれて、うん、早すって言って入れてもらったんですけどこんな感じでございます、はい、最近はで、まあもうちょっとあのコーナー行っていいですか、いいよ、はい、除菌コーナーなんかさ、もうちょっとさ、うん、除菌っぽいタイトルコールしてよ、除菌コーナーって、無理よ、そんなバイキンマンみたいな言い方って、はい、コーナー、除菌コーナー、除菌コーナー、はい、ですね、あの、あなたのお悩みをきれいさっぱり除菌、かっこ解決いたしますということで、はい、あの、お便りが来ておりますけども、はい、あの、ありがとうございます、皆さん、はい、ありがとうございます、あ、いきますか、じゃあ、ちょっと1通ずつお願いします、1通じゃなくてもいいけど、はい、じゃあ読みますね、うん、ちょっと面白いのが来てます、かった、そんな、ゆったりなやもしかして面白くないかもしれへんね、はい、ラジオネーム、猫出身の人、うん、沖縄県から送ってくれてます、うん、最近ゆうなちゃんにビンタされたい欲がやばいです、うん、助けてくださいとのことです、ピーニャンやん、これピーニャンやん、な、絶対ピーニャンやん、特定しないでください、ピズニャンやん、ピズニャン、特定しないでください、うん、あのさ、どう、あ、そう解決しな、されろ、間違えた間違えた、ええよ
ええよ、ちゃうで。え、でもさ、これ覚えてる人おるから昔の話ばっかりして悪いねんけど、一回やっててんな、アシカ瞬間やってた特典で、あのビンタするってめちゃくちゃ拒否したんやけど、あれ顔にやったっけ。いや顔はやってない。顔って最初言っとって、最初顔って言われて、それはマジで違うと思いますみたいな、ちょっとあのスタッフさんと話し合って、そう特典会で、そうあの、まあ、CD とかを買ってくれた特典に、そうそうそう、ビンタがつくって、そうなんかそのミュージックビデオのその手を出した時に、うん、その手のミュージックビデオの演技のシーンで、うん、ルナがマイナをビンタするシーンがあって、そう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 、まあそれのちょっとなんていうの、うん、ちょっとパロディ的な感じでやろうってなってんけど、そうそう、顔はちょっとヤバくないですかってなって、さすがにな、うん、でも汗だくの、それこそ真夏の汗だくの皆さんの背中に全力でビンタしてましたよ、マジで。ピチッピチッ、めっちゃ真っ赤っかよ、もうしかもみんな、途中からしかしも本気出すっていう、すごいし、なんかド M な人ばっかりやから、そうそうそう、もう真っ赤っか9回ぐらい叩いてもらう、あれやばいよな。その時はなんか推しに叩いてほしいとかじゃなくて、この中で一番強い人に叩いてほしい、言ってたしかもなんかその特典に釣られてくる新規もギリおったもん、おった、すごい世界やばいよな、ほんまに。そういうとこちゃうで、言おうとしたけどねじゃあ今度カメラの撮影会で叩いてくる、うん、カメラの撮影会の特典にしや、あ、分かったやばいとかやって思われるよ、ぐちゃぐちゃ意味わからんってな。大阪城とかで撮影会してそのままビンタしてためっちゃおもろいねんけど、やばい絶対通報されるやん。そんな感じですか、頑張れ、うん、ビンタされろ、さしてくれさやから頑張れ、待ってろ次のでいきますね、うん、お悩みに行きます、はい、2組のケイタさんから、うん、滋賀県の方です。友達のように見られている関係から異性として認識してもらうにはどうすればいいですか。でもかわいい、あれですね、そのなんで友達のように見られてるって思うんでしょうか。あ、確かに、それは心許し合ってるからじゃないですか、そこまでわかるのってってことはもう踏み込めてるやん。ケイタ踏み込めてるやん。何年何組？あ、2組か。うん。それは踏み込めてるよ。いけるよ。あ、てか、あともう一歩ってこと？異性として認識してもらえないとか言うけどさ、うん、異性は異性やでって思うんだけど、いつも。でも、まだちょっとこれ分かるかもしれない。あの、うん、優しすぎたりする子はすごいこれに悩んでるのが多い気がする。あ、男の子？あ、そうそう、男の子で、なんかその、優しいから、うん、その男としてキュンとされるよりも友達になっちゃうみたいな、うん、あからちょっとおるよな。でもなんか全部友達になるタイプ、あ、そうそうそう、好きやのに全部親友になってまうみたいな、あ、でも手出されへんみたいな、あ、だからちょっと男気を出すのがいいってその男の子は言ってた。だから肉食、うん、無理やりお化け屋敷連れて行って守ったりとかしたらいいんちゃう。そういうのを見せつけたらいけんちゃう。確かに、うわ、え、なんかいいな。でもそういうのなんかな、かわいい、わかる。え、滋賀って恋愛あるんや。あるでしょ滋賀大好き。え、かわいい。え、それが2組って、これでもこれ学生か、ほんまに。そうなんじゃない。え、これこ学校の話ってこと。分からん。ちいちやんけ。分からんで、ね、40歳かもしれない。そうやで、もうこれ多分違うと思うな。学生じゃない気がすんねんな。あれ2組どこ、もうこれからみんな年齢も書いてって感じ。あ、確かに、それは面白いな。もう何歳の何々ですみたいな、婚活パーティーみたいな感じで頑張って、何人か分かんねんけどな。分かる分かる。え、でもこのケータ多分あのケータやと思うねんな。あ、そう、うん、って考えたらかわいい。メガネシュンシュン、千葉県から。千葉県、うん、現在友人かっこ女と疎遠に。やっぱ男女間の友情って恋愛感情持ったら終わりですかね。思ってるやんな、これ。どう思います？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、男女間、え、だから持ったから疎遠になったってことじゃない。あ、そう、違うよ。え、違う違う違う。え、そうやろ。え、持ったか持たれたか。あ、そういうこと。恋愛感情持ったから、だからこの男の人が恋愛感情持ったから女の人が疎遠になったってこと。あらー、やばいじゃん。だからもうあるあるやん、もう友達、ほんまに。だからそれはそれでな、多分な、女側の意見言わせてもらったら、多分ほんまに友達やって、ほんまに親友やって、マジで気許してて全部話してたのに、
か話してたんやけど、あ、やっぱそう見ちゃったかみたいな。それはね、なんかね、あったよ、私も高校生の時。やっちまったよ。ショックやったもんよ、もうちょっと。それがなんか嬉しいね、嬉しいね。それは好きになってもらえることは嬉しいけど、うん、やっぱりその信用してたし、なんて言うし、なんて言ったらいいんや。あの優しさもこの優しさも好きやったからの優しさなんかって思っちゃうってことじゃん。よ。あれ？いやなんかじゃあやっとこんなに異性でここまで話せる人ができたのに、うん、これが終わっちゃうと思うとこちらとしては悲しかったのね、うん、ただでもその気持ちはやっぱ嬉しいし、うん、それでもめちゃくちゃ踏み込んできてくれたら、うん、いけたりするよ、うんうんうん、最初嫌やったら3ヶ月ぐらいどっちかよな。エオンは嫌って言った。なんかガツガツ来られて引いちゃう時と、うん、まあまあ確かに嬉しい時と。確かに。でもなんかその告白された時に、うん、なんか足の指の毛が目に入ってちょっと嫌やった。どんな人やねん。高校の時の話。じゃあなんかあの一緒やと思うけど、この二人ちょうど、うん、あの学校スリッパやったやん。ああ、でなんか靴下履かんタイプのやつやった。その親友になりかけたのに。でその人しかも毛が濃かって、うん、なんかその足の指毛がものすごいもうジャングルさんやったから。いやでも脇毛好きやん。脇毛を好きやで。指もいいやん。足の指毛やで、うん、親指の毛がバッて入って、ちゃうやなんか告白されてるけどパッて下見た時にそれが見えたからうわって思っちゃったけど、うん、でもなんかもう3ヶ月ぐらい粘られたらなんかあちょっといいかもって思ったで一瞬。あそう。だからなんか粘るのは粘るのでいいと思った。確かに。まあ確かに。どっちかじゃあめっちゃ引いてみるか、うん、行ってみるか、うん、懐かしいこの話。恥ずかしいめっちゃ懐かしい。でもほんまに、うん、確かに聞いてみるか粘るか、うん、そうそう。エアンちゃんみたいに、うん、その恋愛感情を持ったら終わりが見えてしまうやん、うん、なんかじゃなくてそんなの抜きにしても、うん、あの友達のままでも仲良くしたいよっていうのを伝えるとか、うん、あそうそうそう。もし恋愛感情を持ってもらわれへんくても、うん、ほんまや、なんか仲良くしたいよって言ってみるとか言ってみる、うん、でも結構グイグイ来たらワンちゃんやで。私はワンちゃんやったんで。うん。試してみて。試してみてください。頑張って応援してます。千葉県やじろさん。え、千葉県好きなん？千葉県しか読まないけど。うん。やじろさん、こんにちは。やじろさん、こんにちは。おっさんなのに。こんばんは。おっさんなのにカシスオレンジとか甘いお酒しか飲めなくて困っています。おっさんなのに。かわいいや、かわいいや、かわいいや。でも確かにちょっと気になるかもね。みんなで乾杯しようか言うて、あ、じゃあみんなビールカシスオレンジってなるな。確かにかわいいや。しかもここ置いてないけどってなるとこはあるからな。あ、置いてない時は一大事やな。おっさんって何歳のことおっさんって言ってるの。やじろさんって何歳ぐらいかな。やじろさんって誰。ファンの人。いや、そう分かってるけど。やじろさんって知らんかもよ。ファンも背が高くてちょっとガタイがいい人。ガタイがいいのに菓子折れのもんめっちゃ可愛い、ね、確かに。見た目とのギャップ結構あるかも。やばいってバリ飲みそうやもん。それは何。あれなん、炭酸が無理とかあれなんかな。苦いのが無理とか。そうちゃん、あれジュースと一緒。まあ一緒。あ、ほらやったら今流行ってるさ、最近の晩酌にしてるその、まあ、のマスカット、チャミスルのマスカットにストレートティーを入れて飲むのがすごくおすすめ。あれバリ美味しいで。それ一回ヨンちゃんとさ、うん、飲んだやん、それ一緒に、うん、あれでもお酒弱いんやったらやめといた方がいいと思う。あ、そうなん。あれ何もいけるで、うん、あれさ、多分なんかジュースに見えるから大きいコップで飲んじゃうね。大きいコップ、うん、大きいコップで飲むよ、いつも。確かに。だから普通チャミスルショットで飲むやつや、うん、焼酎やから。あの量じゃあかんチャミスル入れる。だから弱いんやったらちょっと気をつけながら、知らん間に言っちゃうから気をつけた方がいいと思う。気をつけや。だからまあ今度、まあ、矢城さんは、うん、とりあえずなんで一緒にビール飲めるように頑張ろうや。あ、確かに確かに。あ、もう夏逃した。夏に飲もうと思ってたの。いや、冬もいいか。北海道とか。うわ、そんな北海道行かな無理やん。そのヤジロ連れて北海道行かなあかんやん。夏は美味しいな、そら。そやろ。うまい。でも苦いやん、うん、苦いよな、飲まれへんよな、まだ。なんか、うん、新鮮なビールやったら
ちょっとだけ飲める。え、何それ、何言ってんの。なんかその缶ビールとかじゃなくてちゃんと入れたての、あのなんだあれは、あ、出てこない、ビールのサーバーで、サーバーで出す泡とかやったらちょっと飲めるかな。そっちの方が美味しいわ。あ、入れる方は、サーバーの方より、そうやんな。まあだからヤジロとあのエオンでマジビール頑張ろう、ドーマ行くもうぜ。ヨロヨロ、あ、ヨロブン、ヨロブン、違う。スクープ探検隊、あよ、はい、ということで、じゃあもう話したいことがあるんですよ。はい、何ですか。この収録の前日が、うん、YouTube チャンネル、はい、エベックスの YouTube チャンネルでの生配信番組の、うん、はい、アメブラ TV っていう、うん、あの番組の MC をさせてもらってるんですけど、はい、そのに昨日ゲストでモノマネもやってはる歌手の松浦航大さんと、最近まだ芸歴8ヶ月の歌マネ令和の女子クイーンのヨヨヨちゃんが、2人が来てくださったんですけど、なんかね、もう松浦さんの言ってることがもう響きすぎて分かりすぎて、で結構なんかしっかりと喋りはるのよ。なんていうの、なんか尺とか気にするって言ったらおかしいけど、うん、こうなんかしっかり伝えようとしてちゃんと全部こう言ってくれるんやけど、うん、なんかそのモノマネ最初歌手始まりやったからみたいな、モノマネしだした時になんか自分持ってないんかとかめっちゃ言われたみたいな言ってて、うん、なんか言ってる意味はわかるし、そのファンの人がそうちょっと困惑してしまうのも、うん、司会者に対してもそういうのって絶対いつもなんかするたびにあるからさ、やっぱり、うんうん、なんかめっちゃわかるなって思って、でもそれのきっかけでいっぱい知ってくれた人が増えて、うん、なんかその最近ワンマンしてはってんけど、もうパンパンやって東京でやってはってんけど、でもそれってそうじゃなかったら出会えてない人もいっぱいおってみたいな話をしてて、うん、わ、めっちゃわかると思って、うん、マジで普通に泣きそうになってそれ聞いた時、うん、もう10年間のねことを思い返して、うん、結構いろんなことしてきたと思うんですよ、しかしゅんって、うん、割と、うん、そうやな、そうだからそういう、でもそれでもそう、なんていうの、松浦さんみたいになんか掴んだ人を近くで見たらやっぱ継続、自分で決めてそうやっていくっていうのはやっぱすごいことやなって思ったし、うんうんうん、なんかもうすごいまっすぐな目で喋ってはって、自信っていうかあれだよね、うん、今の環境がすごいいいとこにいるようなの、うん、もうオリジナリティ、うん、自分のオリジナリティを見つけたみたいなことも言ってはって、うん、あ、でもそれやなと思って、うん、なんかほんま芸能ってなんかもう個性命やからさ、うん、まあ、他と一緒だったら意味ないし、目立たんし、目立ってなんぼじゃないですか、目立ったからなんか積まれるというか、その出ていくみたいなとこもあるから、なんかすげえなーって思って、うん、ちょっと普通に感動して、ヨヨちゃんに関しては8ヶ月っていうすごいな歴で、うん、もう物文字せえへんし、生配信中もそうなんや、なんかもうバリ堂々としてて、で大阪の子やから、うん、もうまあやりやすかったし普通に、でも8ヶ月であんな喋れるんやったらなんかもうやってられへんなぐらいちゃんと喋ってました。うん、でもよう聞いたらね、あの大学がかあの賢い大学やったんや、うん、まあ、そらしゃあないかなと思って、いやもう全然そんな、まあ、アホですよ私みたいな言っててんけど、うん、裏でいやいやいや私大学行ってないよと思ってほんまに、ね、うん、そう、ゆうなと同い年やって、ゆうちゃん、あ、そう、そっかそっか、ほんまに今の子はすごいわ、8ヶ月か、だから学生行きながら、そういう、あ、そうそう、大学行きながらって言ってた、うん、でなんか毎日配信しててみたいな、 LINE ライブかなんかで、へえ、だって今もだからテレビとかも出てはるし、うん、なんか絵をもヨヨちゃん知ったきっかけが TikTok で普通に流れてきて、で爆裂にいいねされとって、うん、聞いたらほんまに歌真似うまくて、もともとはさ YOASOBI が好きやから、うん、YOASOBI のいくらのモノマネをしてたんがもう刺さったのよ、すごく、うん、でもすごいよほんまに、すごいね、うん、なんかめっちゃしっかりしてたわ、うん、怖いなほんまに、8ヶ月であれは、でもなんかやっぱ自分でその子も発信して、うん、なんか動画乗っけてみようって動画乗っけたら、うん、こういろんな層に刺さってバズって、うん、で今こうやって仕事になってるっていうのが、うんうん、やっぱすごい、そのしかもなんかバイトしとったらしいねんけど、うん、バイト辞めたきっかけでそれが急にバズったらしくて、え、やめようかな、いや違う違う違う、やめようかなとかじゃないよな多分これって
でもなんかその移り変わりみたいなんてあるやん、なんかたまたまかもしれんけど、うん、そういうのもあるよねみたいな、人生のタイミングみたいな。確かに ねやってみたら分からへんのマジで。そうやで、何部準備してもそうそうそう、今からじゃあダンス1年間練習、うん、まずしてから1年後にみたいなさ、はいはいはい、感じじゃ遅いからさ、うん、まあもう出せる時に出した方がいいし、そう同時進行でやら、うんうんうん、やってみようでやってみないとな。そう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 、だからなんかやっぱ物おじせずに何でも、だからモノマネって一番なんか言ってた、その、うん、人が評価しやすいからめっちゃ批判されやすいらしくて、まあ、確かに、あ確かになと思って、だからでもそれでも出す勇気というか、うん、なんか言いたい人もおるやん、わざわざ、うん、似てても、うん、全然似てないとか、うん、あと私の方が分かってるみたいなスタンスの人とかも、うん、怖い、ネット怖い、うん、けどまあもうね、そうやって出していくのがいいなと思ったんで、なんか私も始めようかなって思いました。おいやでもほんまにそんな感じでした、ほんまに、ね、感動した。でも、ね、プロ意識をね、歌ってる時も感じたし、二人から、うん、なんかやっぱ人との関わりの中でさ、うん、まあ、マナが頭に言ってたのは、うん、番組見てるだけやけどさ、うんうん、なんかそういうのを見てやっぱりもらう刺激もいっぱいあるし、いやほんまにね、頑張ろうって思うよな、うん、めちゃくちゃ刺激もらいました。みんな頑張れ。はい、エンディングです。はい、はい、まあ言ってますけど、あの末にね、10月の末にハロウィンですよ。そう、ハロウィンにワンマンしちゃいます。イエイ、しちゃいます。なんか割と最近単発で広島とかでワンマンやってるけど、そう、なんかもともと大阪のやつもさ、うん、いろんな企画っていうの提案出てて、うんうん、でも3部制に今回振り切ってみて、そう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 ね、うん、トークワンマンはしたい。ワンマンの形はもう、うん、ハロウィン関係ないのよ、もう正直。そうそうそう、 3部のワンマンはもうマジで関係ない。もう、 もうハロウィン関係ない。ライブしたすぎて、うん、もう仮装もせえへんし、ライブ中は、うん、もしかしたらハッピーとかも言わへんかもしれない。ハッピーハロウィンじゃないかも、もう言うないかもしれない、ないかも、ごめんな、それは。ゴリゴリママ3部はそれでいくよね、うん、ゴリゴリで。 そう、その一部がもう対照的で、うん、なんかもう一生見れないシカシュっていうタイトルなんやけど、うん、そのそうマジで一生見られへん、もうこんなシカシュ見られへんやろみたいなことをすんねんな。そうやで、いやもうやらんで、そんなさすがに。確かに、うん、もうこれが最後のあれやで、チャンス、うん、やめてよ想像力膨らますのは。そうだからマジでちょっと、でもそのほんまにそれこそ1部2部3部ってしたのも、うん、まあ、1日楽しんでもらえるかなっていう。そう、ね、そう、日曜日やしな、うん、せっかくの結構だって早い時間から1部なんか、うん、なあ、そう、それ朝食食べる時間やからまあ朝食食べてもいいし、うん、でもほんまにちょっと楽しい、はい、え2部は何だ、写真が OK。 あーそうそう、撮影がなんか、そう、ほんまはあの一眼とかもガチのカメラも OK にしてほしいっていうのをまあ言ってたんですけど、うん、まあいろいろ難しいみたいな、うんうんうん、エリアの関係とかで、うん、でも携帯なら OK みたいな、うんうん、携帯スマホ OK、うん、だからもう、ね、何でもいいよね、動画もいいかって言ってたから。そうやな、うん、だから何してもいいよ、何してもいい、そうだから録音でもいいし。あ、それ確かに、それはまたな、 TikTok とかYouTube とか載せてください。確かに。え、2部、2部は着るっけ？ん？着る？何が？何？あ、ライブでは着ないけど、うん、特典会で着るのか。あの1部と2部、1部はステージで仮装するのかな、うん、で、特典会そのままの仮装、うん、で、2部はライブはライブ衣装だけど、うんうん、特典会では1部と違った仮装をする、うんうん、なんか1部着た人も2部も、なんていう、違う仮装、違う、うん、違う、あのエッチ主化が見えるってことですね。そうエッチかどうかはまた来ての楽しみやけど、江坂ミューズやから、うん、安心、ちょっとまあね、市内から遠いから、うん、確かに、しかもあのもし東京から来てくれたりとか、うん、なんかどっかから来てくれる人、名古屋とかね、でもあの新大阪からも近いしね、そうアクセスいいんで、結構あんま人に接触ハロウィンと確かに、ね、言ってもそのにぎ、あ確かに、確かに、そうにぎわうお互い吸う場所じゃないから、うん、めちゃめちゃ大丈夫、治安いいもの、うん、うん、あのモスバーガー食べてもらったりとか、うん、そうそうそう、クロベイかな、クロベイ行ってもらったり、うん、サーティワン行ってもらったりとか、はいはい、まあドン・キホーテで買い物してもらったりとかして、うん、はいはいはい、まあ一日一緒に楽しめるかなと思いますので、はい、はい、ぜひぜひっていうか、ちょっともしかしたらだってしばらくワンマンがないかもしれへんし、10月、うん、今発表しないでしょ、
って言っといたら来るかなみたいなことで多分この先あるけどっていうあのニュアンスで、はい、でも10月31日もお待ちしております、はい、お待ちしております。11月の27日という日に誕生日を迎えるんですけども、うん、はい、その次の日の、ね、28日に、はい、大阪のアベノロックタウンで生誕祭をさせていただきます、うん、おで一応あの生誕が2部に2部っていうかその、うん、夜になってて昼間にはこうなんか別のライブがあるっぽいです。あ、そうなの。ちょっと詳しいことは今どこまで言っていいか分かんないですけど、うん、あるのでよかったら一日その日も楽しめるのでよかったらお越しくださいまし、うん、以上となります。はい、では皆さんお元気にご愛嬌をたくさんしてください。愛嬌、愛嬌大事です。はい、スマイルスマイル、せーの、バイバーイ。よう分かったな。分からんかったよう分かったな。Sunshine in love.